Nanto 六星剣の一人、Nanto 白露剣の衆。純真な民のため、命を投げ出す人生の男。未来に輝こうとする子供たちを見守る刀匠。彼はかつて己の目と引き換えに少年時代のケンシロウを救った人物でもあった。シュウはレジスタンスとして聖帝サウザーに抵抗していた。だがなんと六星剣の小生たるサウザーにはなんと聖剣が通じない。小生の衛星に過ぎないシュウにはなすすべがなかった。なんとの乱れを正すは天の守護神北斗七星。サウザーの行進を止めるべく聖帝の町に向かうケンシロウ。そこで彼は気づくことになる。なぜあの剣王ラオウがサウザーとの戦いを避けていたかを。剣よ、聖帝を倒さねば悲劇は永遠に繰り返される。聖帝サウザー。第10話、ナントの帝王。言っておく、北斗神拳は無敵だ。聖帝君の非道、断じて許すわけにはいかぬ。ケンシロウ、俺が叶う相手じゃねえ。逃げろ。
ありがとうございます。 Thouzer はどこだ? セロ!
壁か。何かで壊せないか。あっ！
方はもしや救世主？
くはない。次に死にたいやつ。
たちとやり合おうってのか。
高くなったな、小僧。お前の腰をここで生き止めた。我が剣にあるのはただ制圧前進のみ。
と法王剣には構えはない。お前の動きが止まって見えるわ。目覚めたようだな。破壊力を持つ必殺の飛行、貴様の命をあと3秒。3秒、面白い。ならばその3秒を数えてやろう。1つ、2つ、3つ。俺の体は生まれついての帝王の体。誰も俺を倒すことはできぬのだ。バカな。確かに飛行ついたはず。おりゃ、確かに剣の勝負には貴様が勝った。だが貴様はこの体に流れる帝王の血に負けたのだ。